ジョ,ジョバッキーノ、フォルツーノジョバッキーノフォルツーノは1920年代から30年代にかけて活躍したイタリアの劇作家、オペラ台本作家、舞台演出家、映画監督である。今日では、ジャコモプッチーニ作曲、修道ジョアンジェリカ、同、ジャンニス・キッキ、あるいはエルマンのボルフ・フェラーリ作曲、スライの台本にその名を残す。フィレンツェ県、ボルゴサン・ロレンツォに生まれる。 はじめ薬学を学び、その後、バリトン歌手を目指し、さらに大学に戻り、法学を学び、ジャーナリストとしていくつかの新聞を渡り歩くなどした。フィレンツェの権威ある、日刊新聞、ラ・ナツヨーネガミの編集部にあった1914年頃、女流小説家ウィーダの遺産競売に関わったのが、きっかけで、プッチーニのチェグを終え、プッチーニがパリで感激しオペラ化を構想していた。 街頭の台本制作を依頼された。この最起盛んなフォルツァーノは、自分は他人の擬曲の焼き直しでなく、オリジナルの台本を作成したいと言って、その依頼を一旦断ったが、1917年に、なって、プッチーニに、修道女アンジェリカ、ジャンニス・キッキを提供。この二作は、街頭とともに、三部作として1918年に、初演された。 その他の台本作品としては、ピエトロ・マスカーニへ提供した、ロドレッタ、ショー・マラー、エルマンド・のボルフ・フェラーリへの、スライ、ウンベルト・ジョルダーノへの、王など数多いが、スライが1990年代以降各所で、しばしば創演されているほかは、いずれも歌劇場の標準的レパートリーに残っているとは言い難い。ホルザーノは、オペラ演出家としても著名で、 1920年から1930年にかけては、ミラノスカラザの舞台監督を務め、またトリノ霊女劇場でも、数多くの演出を行った。特に大規模な舞台装置、大群衆の扱いに優れ、スカラザでの在任期間中に、アリー・ゴボイトとプッチーニそれぞれの遺作、ネローネ及びトゥーランドット世界初演の演出を手掛けた。 ファシスト統政権に強い親近感を持っていた、ホルツアーノは、ベニートムッソリーニの支援のも1933年の映画、クロシャツなどのプロパガンダ演劇、映画作品の監督も行っている。対戦後の1957年には上日の作曲家や政治家たちの利面詞を記す、回顧録、私の知る彼らを表した。ありがとうございます。